ノルベール・グヌットは、フランスの画家、版画家、挿絵画家である。印象派の影響を受けて、パリの街や人々を描いた。多くの雑誌にも、挿絵を描いた。パリで生まれた。リセコンドルセで学んだ後、父親の意向で、交渉人の事務所で働くが、父親が亡くなった後、母親を説得して、美術の道に進んだ。1871年から、パリのエコールでボザールで、 イジドール・ピルスに学んだが、1875年に、ピルスが亡くなった後、学生に人気のないアンリ・レーマンが、公認になり、モンマルトルのボヘミアンたちの街で過ごすようになった。印象派の画家たちが集まっていたカフェドラ・ヌーベル・アテーヌの常連となり、モンマルトルの画家たちと親しくなった。それらの画家の中には、エドガードが、クロード・モネ、カミーユ・ピサロや、ピエール・オーギュストル・ノワールがいて、 ルノワールの作品のモデルに何度かなった。これらの印象派の画家の影響を強く受けていたが、印象派の画家たちのグループ展に出展することはなく、管理ツ店のサロンとパリで作品を発表するのを好んだ。1876年にパリの街角を描いた作品を出展した後、毎年サロンに参加した。版画家としても知られるマルスランデブータンからも影響を受け、 木版画や銅版画にも熱心に取り組んだ。兄の援助で1880年にロンドン、1890年にベネツヤアを訪れ、フランス国内各地も旅し、多くの風景画も描いた。1889年にフランス画家、版画家協会の創立メンバーとなったが2年後、協会がデンマーク生まれの画家、カミリー・ピサロの入会を拒否したことから協会と、 対立した。1891年に医師でアマチュア画家のポールガシェの診断を受けて心臓の悪いことが分かり、ガシェの住むオーシュルオワーズに移った。オーシュルオワーズでも挿絵などを描いたが、1894年に病死した。ありがとうございます。